歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。福田武雄さん、6回目ということですけど、いよいよ総理大臣にってことですよね。1970年代、はい、でまあ、70年代全般にですね、自民党のまあ実力者というと、田中角栄、はい、福田武雄、はい、中曽根康弘、はい、大平正芳、はい、みんなまとめて三角大福ともうね、ただ核福戦争っていうね、あの言葉があるぐらい、そんな中でも、まあ、田中角栄さんと福田武雄さんという、全く経路の違う、そうですね、でも、まあ、お互いにやっぱり国を良くしようっていう、しかも田中角栄さんだって大蔵大臣だってね、あの経験してるわけですから、そうですね、財政のことだってものすごい勉強家らしいですね、あのいや本当に。しかもあの小学校しか出てないっていうのは、これ経済的な話で、頭は抜群に良かったっていうことですからね。そうそう、まあ、自民党の政治家もね、大体分けると2種類いて、はい、その地域の地方の市議会の議員とかね、はい、そういったところからずっと叩き上げてやってきた人たち、はい、と福田武雄さんみたいに官僚出身の人、はい、まあ、党人派と官僚派と、はいはい、で大体官僚派の方が政策通で、うん、まあ、田中角栄さんみたいな、まあ、地方からね、頑張ってきた人たちっていうのは人脈、そういったもんで政治的力を、まあ、持ってきたと、まあ、大別すればね、だからそうなると、今度はね、またこうお互いにこう権力闘争するわけですよね。で、その時に、まあ、福田さんと、まあ、田中さんね、はい、当時最大のライバル関係なんだけども、何が違うかというと、福田さんはお金をばらまかないと田中さんはお金をばらまくいや、これはもう本当に、すごかったらしいですね。で、別にこれね、田中角栄さんが始めたわけじゃなくて、はい、もう自由民主党がねできるぐらい、はい、前後からもう、はい、お金が乱れ飛んでたわけですよ、もう総裁選挙の時には何億というね、で、そういうのはもう福田さん大嫌いだったんです。だもんだから60年代に入ってすぐにね、福田さんは党風刷新懇話会というのを作るわけ。だから 自由民主党のこの党の、まあ、今までの慣習みたいなのをどうしようかっていうことですよね。まずお金が乱れ飛ばないようなね、はい、何名も言ってきたけども、政策で議論するような、それで戦うような政党、本来の政党にしたいと、でそのためには派閥の解消もやむを得ないと、派閥があって親分子分の関係があって、そこで金銭のね授受があると、結局親分からお金がもらえるから子分になるってことですよね。そうですね、そうそうそう。面白いのはね、今の自民党に福田達夫さんという人がいて、はい、今の自民党の総務会長なんですけども、はい、この方は福田武雄さんのお孫さんです、ね、康夫さんの息子さん、はい、で、この福田達夫さんが去年のね、9月やったかな、党風一新の会っていうのを作ったんですよ。じゃあそのやっぱじいちゃんがやってることっていうのは、やっぱ脈々と家では受け継がれてるんですね。もう名前から言ってもね、武雄さんが党風刷新懇話会でしょ、はい、達夫さんが党風一新の会だから、やっぱ政策で議論するような本来の政党に持っていきたいっていうのはあるらしいんですよ、ね、で、はい、72年です、はい、昭和47年、はい、総裁選挙でもって、まあ、田中さんと福田さんがぶつかるわけです、ね、はい、で、まあ、さっきも言ったけども、お金が乱れ飛ぶということですね、当時言われたのが100億対1億すごい。僕はもう小1ですから、それ知らなかったんですけど、僕がやっぱ一番最初に、あ、この人総理大臣なんだってこう認識したのが小学校2年生、それが角栄さんでした。そうですね、マコノマコノ、これもうこのモノマネがもう本当日本中で国民みんなやりましたよね、マコノで、娘さんが同じような声だったマッコさんねびっくりしますよね、声そっくりだったもんね、本当に。小泉さんを総理大臣しなさいみたいなもうすごかった。で、一応政策的にもね、はい、田中さんはもう列島改造、ああはい、日本列島をどんどん改造していって、内需を拡大していこうと、はい、で、まあ、具体的には例えば新幹線をいろんなところに張り巡らせて、ね、日本国中を新幹線で結びつける、で、それに対して田中さんは安定成長、あ、福田さんですね、あ、福田さんは安定成長、あるいは平和大国、まあ、経済を発展させて、その力でもって世界平和に貢献するみたいなものをですね、対峙していくわけですね。ちなみに1972年のベストセラーで日本列島改造論、はい、
一応ね著作者は田中角栄さんになってるんですが、ええ、実際に書いたのは大蔵省の官僚たちですね、はい、その中の一人が坂井谷太一さんです。ああ、坂井谷太一さんってなんかこうそういうことちょろちょろおっしゃってますもんね。いや角栄さんはこうねあのものすごい、うん、早川茂蔵さんとかもねもう近かった人ですよね。早坂茂蔵さんもです ですね。いやでも日本列島改造論、いや僕ねもうどんな田舎に行っても、うん、やっぱ道が舗装されてるんですよ。そうで大概はねやっぱ田舎に行ったらガタガタ道なんですよ、うんうんうん、舗装されてないんですよ、ね、日本茶すげえ国だなーってもう車一台通れるか通れないかの道がアスファルトですよ。すごいですよね。ただねそれをやると当然自然は破壊されるわけですよ。でこれについても福田さんは実は60年代からちょっとやばくないかと言ってたんですね。で1968年やったかな、まだあの佐藤内閣の時代ですけども、これ環境を守るための役所を作るべきだということで、まあ、環境今の環境省ですね、はい、それを作ろうということを提案されてるんです。実際に、まあ、環境省の前身が環境庁というやつなんですけども、はい、これができたのが1971年、まあ、大石武一さんという、ね、初代の環境庁の長官がおられましたけども、あの環境庁ができる時にも福田さんが頑張ってるんですよ、ね、まあ一つはねあの高度経済成長期にかなりやっぱりこう公害っていうのでね、はい、もう実際それはねもう誘発したのは間違いないですよね。僕たちの時に僕小学校が、うん、あの尼崎だったんですよ。はいはいはい。そしたら、まあ、いわゆる工業地帯じゃないですか、うん、高化学スモッグが出たよっていう旗が上がったら校庭で遊んじゃいけないんですよ、うん、だからみんな教室に入らなきゃいけない、あのある色の旗が上がったら、そんな感じで、でお母さんたちが割と声を上げたんですよね。あ、そうですね。世のお母さんが自分たちの子育てのことで、まあそういうことでね、まあ環境保護の問題も含めて福田さんと田中さんぶつかった。ただ財力の差でやっぱり負けてしまったんですね。あ、そうですね。で福田さんの側近の中には、はい、田中さんがねお金ばらまいてんだからうちも実弾を使いましょうと言ったらば福田さんが激怒した。それだけは絶対したくないと。でちなみに実弾を使えていってそれを進言したのが誰かというと森喜朗さんなんですよ。これね森喜朗さん自身がおっしゃってます。こんなこと俺言っちゃってずいぶん叱られちゃったんだよ。森さんって面白い人。それまた自分で言っちゃうんでね。そういう人なんですよね。まあまあもうこの前時代が時代なんで大変なことになっちゃいましたけれども、まあ、あ、そうですか。うん、でなおかつね中曽根さんが、はい、田中さんの指示の方に回っちゃうんですね。あ、これキャスティングボードを握ったっていう、そんなに大きいあの母体じゃないんですよね。うん、そうそうそう。でこれでまあ負けるんですね、福田さんね。で負けたもんだから福田さんの、福田武雄さんのお母さんが中曽根だけ許せんとずっとおっしゃってたという話です。ちょっとやっぱ政治ってドラマだから面白いです。人間臭くて面白いですね。でも結局田中さん勝ったじゃないですか、はい、でその直後に日中国交正常化やるわけですよ、ね、ああもうこれはねパンダが来て大変だったんですよ、うん、日本中で中国とね、はい、いわゆる中華人民共和国と国交樹立しようというのは、まあ、財界からもね、はい、やっぱ声があって、もともとだって経済的にこんだけやっぱ近いし、うん、人口のことを考えたらですね、でそういった声もあったんで福田さんもまあやむを得ないかなと、はい、で彼自身はやっぱり台湾中華民国、まあ、当時は蒋介石まだ存命ですけどね、で蒋介石が戦争終わった時にその恨みを持って日本に対応しないと、ね、でちゃんとした国として処遇するみたいなことを蒋介石が言ったんで、それに随分感動してね、でなおかつ戦後の長い間日本は中国といえば中華民国、台湾の中華民国と国交も結んできたわけですよ。でその関係性があるんでそれをパーンと断ち切ってさっと中国あの中華人民共和国の方に乗り換えるというのは道義に反すると。だからやるにしてももっと時間をかけてあの中華民国の人たちも納得できるような形でに対して田中さんはバーンとやっちゃったんですね。これがねだからもう本当に、まあ、中国の歴史の中で台湾っていうああいうところができて、まあ、これを国というのか地域というのかっていうところはあるんですけれども、うん、そことこうやってたのにそっちを押し切ってやっちゃったってことですよね、うん、ただまあ、あの
1972年のあのタイミングじゃないとなかなか厳しかったとは僕は思うんですよ。そうですね、うん、でそれのあのまあ良かった点っていうのもたくさんありますよね。まあ、そうですね、うん、で結局まあ田中さん日中国交をやった、はい、でもう今対抗とか言われてね、はい、もうのし上がっていった、はい、もう抜群の人気があった、うん、ところが日本列島改造の影というのがだん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 明らかになってくるというのも、いろんなところの開発が進んでいくと当然地価は土地の値段は上がっていくわけです、はいはい、これがいろんな物価を押し上げていって、72年から73年に物価がねいわゆるぐーっと上がっていくわけ。物価高ってですね、もうその頃物価高っていう言葉を覚えました、うん、でそれにしかも翌年の1973年にオイルショックが絡んで、はい、石油の値段が上がったことをきっかけにますます物価が上がっていくわけね。でついた言葉が狂乱物価と。で、まあ、当時その田中角栄内閣の大蔵大臣が愛知喜一さんという方で、はい、これは福田赳夫さんの大蔵官僚時代の何年か後輩なんですよ。でこの方がやってたんだけども、彼が風邪こじらしてそのまま亡くなってしまうんですね。で大蔵大臣誰にお願いするかって、田中さんは福田さんしかいないと。で福田さんに頭を下げるわけですよ。で福田さんは、いや大蔵大臣になってもいいよと、はい、けど、はい、日本列島改造という旗印はもう下げてくれと。ああ、なるほど。出ないとダメだと、はい、で3年くれと、はい、この日本の経済の病は全治3年だと、はい、3年経ったら元に戻すと。で田中さんはそれでお願いしますと。うーわー、すごい話もうそんなやり取りがあったんですか。というかね、その前の大蔵大臣の愛知喜一さんってもう休止だったんですよね。やっぱりね、物価高なんとかせんやいかんと思ってたところにオイルショックでしょ。でかなりまあ過労もあったしストレスもあったと思うんですよ。いやそりゃそうでしょうね。で風邪ひかれてね、そのまま肺炎になって、はい、もうあっという間に亡くなられたんですよ、ね。でちょうどそのニュース速報が流れた時に、福田さん自身は地元に帰ってらっしゃったと。そこに総理大臣の田中さんから電話があって、ちょっと至急会いたいと。で、ああこれはもう大蔵大臣のね就任要請かなと。で分かりました、じゃあどうすればいいですかって、すぐ来てくれと。でもうパトカーが派遣されてね、パトカー先導で彼は、福田さんは群馬県から帰っていくわけですよ。でさっき言ったようなやり取りがなされるわけ。でもそこでまた3年っていうちゃんとこう期限を切って、うん、そういうことをちゃんと見てたってことですよね。やっぱり経済の状況がどれぐらいひどい状況なのか、でそれがどれぐらい治療すればいいのかっていうのはやっぱずっと数字見てきた人なんでね、分かったんじゃないかと思うんですよね。もうそんな人が今出てこないかな次回に続きます。